私戦います。の戦のありようを示してやろう。天使、愚直に白馬へ向かうならば私たちは悠々と遠心を落とすとしよう。遠心を守るは遠鬼殿の奥方。敵が攻めきたとして耐えきれるかどうか。遠心へ向かっているのはそうそう、そうそうか。どれ、この私がしつけてやるとしよう。遠心を守る名家に飾られた花、この私が守る。随分と自信があるのに。そのような殿方は嫌いじゃありません。さすがは炎章様、白馬の奪還お見事でございます。無論である。霊族の陣容は常に完全であらねばな。ちっとはやるじゃねえか。偉そうにしてるだけじゃねえんだな。炎章殿、手塚は白馬を奪還されたか。ならば褒美はこの私にお任せを。今なら西側が壁だ。落ち着いたら面白いことになりそうだね。そうか、じゃちょっくらついてくるか。将校殿は最近殿の軍に不満があるようです。敵にそこを突かれると離反の可能性も。なっと、面倒な男よ。私自ら赴き戦ぶりで奴を心酔させてやろう。ここは別の道を探すしかあるまいな。
動かなくなりました。今こそ南へ向けて進軍しましょう。よく敵の反応を無双にやろう。上がれば早速のオスとしよう。前例武装方面に向けて進軍する部隊を発見。こちらの兵団を看破したか。炎症軍、このままでは兵糧が危険です。武装を焼かれても戦線が維持できません。私が攻撃を華麗に出し出てきましょう。炎章様、敵の姑息な策など物の数ではありませんが、造作ないことでは霊族の前に小細工など無意味なのだ。負けない。素晴らしいご活躍です、炎章殿。私もより鮮やかに戦を彩りましょう。負けない。お見事ですわ、炎章様。負けない。その戦ぶりに私も熱くなってしまいますね。この戦、流れは我にある。進め。今こそ曹操の本陣を落とす時ぞ。ああ、その号令をお待ちしていました。さあ、美しき勝利を描きましょう。兵長、兵力差で押し切りに来たが、みんな奮起せよ。ここから押し返すのだ。よし、行くぜ。今日の俺はいい予感しかない。そう、格の違いを思い知らせてくれよ。この身より報告。敵、カコートンらの部隊が到着とのことです。名族など猛徳の邪魔となるだけよ。貴様にはここで死んでもらうぞ、炎章。なかなか戦上手ではないか。この名族の軍には通用せん。そんなところ攻めるなんて、不粋な戦運びは許しませんわよ。敵が調子に乗ってるな。それでこそ暴れがいがあるってもんだぜ。攻められてばかりではいけませんわ。私たちも敵を攻めて差し上げましょう。逆境を覆す、これぞ戦の美の極致。さあ、超瞬愛見せますよ。
鉄壁の砦とならん。自分はそうしろ。戦いが望みとなら容赦せぬぞ。この炎本書の道を遮るとは何事だ。狂い者、道を開けよう。なんと荒々しき誇り。手合わせ願います。いざ。勝ち時をあげよう。我が軍の勝利である。